車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本恵美里です。今日も30分間、車話で満載でお届けしていきます。どうぞお付き合いくださいね。さあ、まずはメッセージからご紹介していきましょう。ペンネーム、福ちゃんラララさんからいただきました。あ、大阪府の方ですね。ありがとうございます。毎週楽しみに番組聞いてます。近畿圏なので直接ラジオから視聴することはできませんが、ポッドキャストから都合の良いタイミングで聞かせてもらっております。ありがとうございます。藤本さんの視聴者に近い目線からのお話、とても共感できる部分が多くあるので、すごく親近感を持って番組を楽しませていただいてます。またゲストに来られる皆さんのお話、とっても魅力的で、すごく勉強になることばかり、ありがたい限りです。これからもワクワク楽しく、誰もが乗り物が大好きになれる情報を楽しみにしておりますというメッセージ、いやー嬉しいです本当に。私もね、この番組を通してゲストの皆さんにもいろいろ教えてもらってることもありますし、リスナーの皆さんのメッセージでも、あ、こういうところ皆さん気になるんだってすごくね気づかされることが本当多いんです。ぜひこれからも皆さん気になることメッセージでね、ぜひ私に教えてくださいね。さあ、そしてポッドキャストなんですが、ザ・モーター・ウィークリーのホームページから聞けます。放送後の翌月曜日にアップされますので、ぜひそちらの方もチェックしてくださいね。そして皆さんからのメッセージ募集中です。メールアドレスは tm@fmyokohama.co.jp、 ザモーターの頭文字 tm@fmyokohama.co.jp まで送ってください。お待ちしています。 The Motor Weekly。 例えば三陸を縦断する国道45号線、急勾配と急カーブの峠道を弱音を吐かず粘り強く楽しめるか。道があればどこでも楽しい。ファントゥードライブアゲイン、トヨタです。最高グレードの低燃費性能ブルーアース AE01F、 そして最高グレードのウェット性能ブルーアースエース、愛車に最高の選択を。今なら最高グレードのユズのライブが当たる。詳しくはウェブで。さあ行こう、横浜タイヤ。綺麗な夕焼け。お母さん、あの真っ赤な雲の下には何があるの？大渋滞よ。もう今日中には帰れないの。高速道路の渋滞回避には DSRC 標準装備パナソニックのストラーダ、ビックスの5倍もの範囲で情報をキャッチ、最適な道をお伝えします。パナソニック。ねえねえ、9月に発売されたホンダの新型フィットハイブリッドってとっても天然美らしいわよ。すごいわね。ところで私たち、なんで小さな声で話してるの？天然美でお伝えしてるからよ。 JC08 モード燃費値でリッター 36.4 キロ達成。フィット3、詳しくはホームページ。FM 横浜ザ・モーター・ウィークリー、藤本恵美里がお届けしています。さて、昨年はおもてなしという言葉が流行りましたけれども、先日ですね、社内での気遣いで私、大きな勘違いをしていることに気がつきました。セダンに乗車して取材先に向かう時のお話だったんですけど、この時ね、女性は私一人だったので、おもてなしの気持ちのつもりで、あ、どなたか助手席にどうぞ、私後ろに座りますからって言って、まあ、いつものように運転席の後ろの席にドカッと座ったんですね。そしたら、いやいや、ちょっとその席が一番いい席だからっていう風に笑われました。そうなんですね。私今まで車での座る位置って助手席がね一番いいと思ってたんです。だってこう広くてね、伸び伸びできるじゃないですか。で、気遣ったつもりが、ああ大きな勘違いっていう話だったんですけど、もちろんね、乗車人数が2人の時とか、あと後席がこう狭いスポーツカーといった車に乗る際は別にしても、じゃあ軽自動車も後席って一番いい席なの？その線引きはどこにあるの？っていう疑問もちょっと湧いたんですよ。で、聞いたところ、自動車は
一般的に運転席の後ろの席が安全だと言われているそうです。これ万が一何かあった時に運転手は自分から障害物を遠ざけようと反応するので運転席の後ろが一番安全なんだとか。なるほど、言われるとね、確かに納得です。軽自動車も今や後席広く作られてますもんね。こう乗って狭いなって全然感じないですね。でちなみにじゃあ5人乗車した際一番低姿勢な印象を与える席はどこかなっていう話になったんですけど、これはねやはり後席の真ん中でしょうという意見が多かった。そうですよね、これね5人乗車なら私もそれに気がついたと多分思うんですけど、おもてなしのつもりが勘違いのこぼれ話でした。 The Motor Weekly。 藤本恵美里のウィークエンドチェッカー、今回はこんなお得な情報を見つけてきました。川崎横浜で BMW 正規ディーラーを展開しているニコル BMW、 昨年創立25周年を迎えましたが、これを記念して3月31日までニコルカーズ創立25周年記念キャンペーン第3弾が実施されています。キャンペーン期間中に BMW 6シリーズまたは7シリーズの購入で癒しの湯宿シリーズ宿泊券がプレゼントされます。草津、箱根、伊豆高原、修善寺など露天風呂のある客室でゆったりくつろげる関東近郊の5つの施設から好きな場所を選ぶことができます。さらに25周年にちなみ抽選で25万円分のオプションクーポン券や Z4 や3シリーズ M スポーツなどの 2.5 日間モニタートライアルが当たる嬉しい特典が盛りだくさんです。今なら一部を除きほぼすべてのモデルに 2.5% の特別低金利ローンも適用されます。詳しくはニコル BMW のホームページまたはショールームでチェックしてみてください。ねえねえ、9月に発売されたホンダの新型フィットハイブリッドってとっても天然美らしいわよ。すごいわね。ところで私たちなんで小さな声で話してるの。天然美でお伝えしてるからよ。 JC08 モード燃費値でリッター 36.4 キロ達成フィット3、詳しくはホームページ。例えば三陸を縦断する国道45号線、急勾配と急カーブの峠道を弱音を吐かず粘り強く楽しめるか。道があればどこでも楽しい。ファントゥードライブアゲイン、トヨタです。最高グレードの低燃費性能ブルーアース AE01F、 そして最高グレードのウェット性能ブルーアースエース、愛車に最高の選択を。今なら最高グレードのユズのライブが当たる。詳しくはウェブで。さあ行こう。横浜タイヤ。綺麗な夕焼け。お母さん、真っ赤な雲の下には何があるの。大渋滞よ。もう今日中には帰れないの。高速道路の渋滞回避には DSRC 標準装備パナソニックのストラーダ。ビックスの5倍もの範囲で情報をキャッチ。最適な道をお伝えします。パナソニック。藤本恵美里がお送りしているザ・モーターウィークリー。さて本日は元ホンダのエンジニア重幸太郎さんをお迎えしています。先月に引き続き登場となります。重さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。元ホンダで軽自動車開発の指揮を取ってこられた重さんなんですけれども、今日はですねちょっと軽自動車の楽しい車に注目してみようかな、なんて思ってます。はい、そうですね。はい、モーターショーでもね、東京モーターショーでも注目を集めましたけれども、はい、例えば、ホンダのS660 だったりとか、はい、スズキのハスラーだったりとか、はい、ダイハツのコペンだったりとか、はい、今こんなのが出るの、ね、っていうね、軽自動車が思います。はい、杉さんまず気になってるのはどの車ですか。やはりモーターショーで発表されたコペンですね。コペン、それともちろんホンダの S660、はい、これも非常にスポーツカーっていう提案されてるので面白いっていうのと、あとやっぱり僕が一番
もう正直 最初に言っちゃいますけど気に入ってるのはハスラーですね。なんかね、まあ、どれもこれも気になる感じはありますけど、まずコペンに関しては、はい、そのボディを、ね、着せ替えるっていうそのコペンのコンセプトが話題になりましたけど、そうなんですよね。これ、まあ、なんでそんなことするのかなって多分皆さんも思われるんでしょうけども、なんでなんですか。これはね、あの車企画したことないと分かりにくいとは思うんですけども、はい、こういうスポーツカー領域ですね、まあ、あの1月18日も少しお話ししましたけども、マーケティング的に言うとそのオタク層が買う商品、先行層、皆さん、うん、メインの人を引っ張る先行層の方が買う商品、それからフォロワー層って言ってますけどメイン の、はい、あのマーケットになる商品、はい、それからもう無関心の商品とかいろいろあるこう流れがあるんですけども、その中で言うとこのコペンはですね、やはりそのどうしてもオタク層の商品になっちゃうんですよね、スポーツカーだと。オタク層なんですね、メインの人がついてこないですから、やはりだって4人も乗れないし荷物も乗せられないという、もうその時点でやはりオタク、もうオタク層っていうとなんかイメージ悪いんですけども、やはりまあ限られた、方の、ための商品というふうになっていくんですけども、ただその時にですね、はい、まあ、今までの事例でもホンダでビートってなりましたけど、まあ、そういうのを思い出してもですね、あるいはその近々でいうとトヨタさんの86みたいなスポーツカーもそうですけど、最初バーンと売れるんですよね、うん、車好きの方がこう買われて、はい、オタク層の車は、ね、はい、で1年ほど経つとスーッと引いていくんですよ、うん、でその引いていった先がいかに下まで行かずに、もう少しこう上の方でとどまるかというところが、こういうスポーツカーとかオタク層の商品を開発する上で一番その気を使うところなんですよね。おお、とどまるっていうのは、これどうしたらとどまれるんですか、逆に。だから例えばその今86って言いましたけど、まあ、BRZ もそうですけど、はい、ああいうスポーツカー商品ってほっといたらバーンと売れて1年経ってストンと落ちて終わりって、終わりっていうとちょっと語弊ありますけど、まあ、ほとんどこうね行くのを、今回 86BRZ もそこそこまだ行ってるじゃないですか、はい、っていうのはやはりそのメーカー側もあの一生懸命努力してですね、お客さんとのコミュニケーション、要するにもっと分かりやすく言うと忘れられないようにいろいろこうお客さんといろんなつながりを持っていくということをしっかりやってる結果だと思うんですよね。だからそういうことをこのコペンの開発の時もダイハツの方は考えられたんじゃないかなと思って、でこの間のオートサロンでもですね、はい、あの開発責任者の方が、発売後もですねこういうボディが変えられるということでお客様といろいろコミュニケーションをずっと持っていきたいとおっしゃってましたので、やっぱりそういうところをかなり注意されたのかな。要するに1年経った後でもじゃあボディ今度こういうふうに変えたいな、いやじゃあ次はこうしたいなっていうと、お客様とそのダイハツさんのコペンとのその関係がずっと続いていくわけじゃないですか。そうなっていくとやはりスポーツカーでバーンと売れてあとは鳴かず飛ばずにならないようなこういい商品ができるんじゃないかなって企画されたと僕は思ってるんです。だからそういう意味で、まあ、ボディを変えるってね非常に技術的には大変なことなんですけども、はい、まあ、あえてそういうことをやられたっていうのと、まあ、もちろんオタク層の商品が、まあ、いわゆるそのブランドのイメージ、ダイハツブランドのすごいイメージを引っ張るという意味でも必要ですから、そういう意味もあるんでしょうけども、やはりそのあれだけボディまで変えられるというのはそのバーンといった後すごく考えられているなというふうに感じました。なるほど。私はなんかコペンなんかはね先行商品かと思っていたので、オタク商品でこの先行き長くこう続いていくんだよって話なんですね、面白い。ちなみにホンダの S660、はい、この車に関して足毛さん、私いっぱい聞きたいことあるんですけど、でもなかなかねお答えは難しいと。そうですね、私はあのいっぱい知ってますけど、ラジオではやっぱりちょっと言えないところがあって、ラジオあ外れても言えないんですけども、まあ今2チャンネルとかね、いろいろな、はい、あのサイトで話題になってるのが、はい、あの屋根はどうなるんだっていうのと、それとトランスミッションはどうなっていくんだと、 MT が出るのかどうか、っていうような話が非常に出てるんですけど、もう言いたいんですけど、はい、やっぱりちょっとね、うん、こう退社したからこそ言えないっていう領域もある。あ、そうですよね。ただまあ、ホンダはすごいそのアイデアマン揃いですから、うん、きっと皆さんがびっくりするような、ことを多分やってきてくれるんじゃないかなっていう感じはしてますね。じゃあ何かをしてくれると期待をしてます。そうそう、なんかそう書いてるウェブサイトもありましたからね、ホンダには期待するって書いてありましたから、いや何が来るのかね、楽しみだなと。はい、そしてしげさんが先ほどすごい気になってると言っていたスズキのハスラーですけど、そうですね、ハスラーはね、あの僕も見させてもらったんですけども、これはその経営のマーケットが、
1月18日も言いましたけども、今4割になってて、日本全国でですね、首都圏もすごく伸びてると、それだけこういろんなお客様が来られて、K のマーケットが大きくなってきてるんですけど、まあ、そういうふうにマーケットが大きくなってくると、まあ、あのミニバン的なね、スーパーハイトワゴン、タントに代表されるような車だとか、あとまあハイトワゴンのワゴン R だとか、そういうこう生活に密着した車以外にいろんな車が出てきてもいいなと、そういう意味では今言ったコペンなんかもそうなんですけども、はい、S660 もね、いろんな車出てきていいんですけど、その中でやはりその遊びっていうようなことを切り口にしたこのハスラーは、面白いんじゃないかなと思ってるんですよ。でその面白いっていう意味は、先ほど書いてるオタクじゃなくて、はい、これは先行商品になるんじゃないかな、新しい、はい、でこう車、まあ、性能で、乗り心地がいい、燃費がいい、どうのこうのもいいんですけども、やはり乗って楽しいっていうことを素直にこう、あるいは使って楽しいみたいな、素直に表現している車がやっぱりハスラーなんかじゃないかなと、そういう意味でこう非常に楽しみな車だなというふうに思いました。あのなんかいろんなオプションパッケージがあったりして、何でしたっけ、ね、サーフィンとか、ね、キャンプとか、ああいうの見てるだけでも楽しくなるな、ね、しかも軽自動車なんてね、思ったんですけど、そういう意味では本当あのこれからこういった軽自動車っていうのがたくさん多分出てくるんじゃないかなと思うんですよ。私は出てくるとは言えないんですけども、出てくるんじゃないかな。やっぱりマーケットが大きくなるっていうのはそういういい面ありますよね。いろんな車が出てきてお客様が大勢おられるわけですし、だから極端に言うとね、これ下手するとっていうか半分ぐらいになっちゃうとするとですね、経営がますますそのいろんなその中での世界がいろいろ出てきて、いろんな商品がやっぱり投入されると思うんですよね。そうですよね、まあ、実際にあのしげさんもハスラーはこれから乗られるということで、なんかねそのアクロの走破性だったりとか、まあね、そういったものもね、ちょっとどうなのかっていう、今のところその鈴木さんがアナウンスされてるのはもうあの信頼あるパートレーン、信頼あるプラットフォームをベースにやってるっていうことなんで、まあ、そういう走り環境は多分十分大丈夫だと思いますけどね。また乗ってきたら、はい、ぜひしげさん教えてください。私にも皆さんにもね。そうですね、はい、そしてしげさん、最後にですね、あの軽自動車、はい、まあ、軽自動車税が上がるということを、ね、決定してしまいましたけど、すでにもう駆け込み需要が始まっているという報道もありますが、はいはい、軽自動車はそんな中で、はい、まあ、こういった楽しい車も出てきてますが、はい、今後どうなっていくのかなと、まあ、あの普通言われているのが、前回の消費税上がった時はやはり1割弱ぐらいは減ったんですよね、うん、まあ、あのリーマンの少し前でしたけど、はい、だから今回もやはり、まあ、消費税含めて、いろいろ、ね、税金もあってちょっと減るとは予想されてるんですけども、全体 の, そのお客様 の, その増え方っていうか、経営の要望っていうか、経営乗りたいと思ってるお客様が、まあ、それにも増して僕は増えてるような気がしますので、まあまあそこそこそんなにあの落ち込むことなくいくんじゃないかなと、商品も非常に楽しい商品いっぱい出てくるでしょうし、そういう意味で言うと私は結構楽観してるんですけどね。あ、そうなんですね、ちなみにしげさんだったらこれからその軽自動車っていうのはこうしていくべきじゃないかみたいなのありますか？なんか急に質問が難しくなりましたけどせっかくねしげさんに来ていただいてるので、こういう軽自動車、まあ、今楽しい車とか、そういったあのいろんな可能性がある車っていうのもありますけど、そうですね、いろんな可能性が出てくるし、まあ、その N ワゴンや、まあ、前の N ボックスでやったように、やはりその1台で、十分だねと、軽でも1台持っとけばこれでいろんなとこ行ったりもできるし、いろんな買い物もそれから旅行も全部行けるねっていうような、やっぱりそういう車になっていくっていう感じはありますよね、軽もね。しげさんもそうだ、この間軽自動車だからっていう言い訳をしない車がいいよねっていうお話、私印象的だったんですけど、なんか軽だからっていう、まあこのぐらいだよねがなくて、でもっと言うとですね、まあ日本の、僕もまあおかげさまでその世界のね道路を走ってきましたけど、日本の道路インフラにで言うと軽なんかがちょうどいいんですよね。道路の幅といい、駐車場といい、最高速も高速道路で100キロだし、そうですよね、だからその中で走るんなら、まあ、狭い日本急いでどうするみたいなあのキャッチフレーズもありましたけど、はい、やっぱり軽自動車が日本のインフラには合ってるんじゃないかなというも思います。まあ、そういうとちょっと俺のあれはどうしてくれんだっていう方もおられるでしょうけどまあそれはいろいろな好みっていうかね、思考ありますけど、やはり軽自動車っていうのはそういう意味では、これからも日本では非常に大切なカテゴリーの車かなと思います。
はい、今日のゲストは茂幸太郎さんでした。茂さん、ありがとうございました。ありがとうございました。The Motor Weekly。藤本エミリがお届けしてきたザ・モーターウィークリー。いやー、今日はしげさんの話を改めてね聞いて思ったんですけど、軽自動車の私のイメージってすごくこういい意味で壊されてるなって思いました。例えば今までって、ちょっと前だと軽自動車ってデートとかで使うときにね、なんか男性がこう軽自動車で迎えに来てくれたらちょっとやだみたいなのって定番であったりしたじゃないですか。でも今ってないですもんね。例えばなんか今やこう可愛い、これに乗りたいって思わせてくれるハスラーなんかね、乗ってね、私すごいデートを連れてってほしいなって思いますもんね。なんかそういう女心からも軽自動車変わってきてるんじゃないかなというふうに思いました。さあ、今日の収録をショット写真番組サイト themotor.jp に掲載してます。そちらの方もぜひチェックしてくださいね。そして番組の Facebook もあります。ここでもですね、 DJ 藤本愛を込めてスタッフからいじられてます。ここでしか見られない藤本の写真たくさんありますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。そして皆さんからのメッセージお待ちしています。そう、ドライブミュージックリクエストも送ってくださいね。アドレスは tm@fmyokohama.co.jp、 ザモーターの頭文字 tm@fmyokohama.co.jp でお待ちしています。それでは皆さん、良い休日ドライブを。ザ・モーターウィークリー、お相手は藤本エミリでした。また来週。